も払ったし。じゃあちょっと天気の方行きますか。ちょうど真横ぐらいなんですね。ストーンと行ったらいいみたいです。右方向です。続いて左方向です。多分カメラにはめちゃくちゃ音が入ってるでしょうね。今カメラ前に左方向です。置いてますからね。続いて住吉2丁目を右方向です。住吉か。ここはもうここね。はい。方向です。16分ってなっとったんで6時10分ぐらいにはつけるのかな。ここは来てね。 5km 道なりです。もうこの地図取っといたらいいんだ。へー、そんなに近かったんや。なんかビバホームから電池っていうと結構離れてるイメージでしたけど、そうでもないですね。よいしょ。まだ警察が。来たとこだね。そうや、ここにどさんこがあったね。イタリアンですか。平田町に行くバスが走ってんだ。奥まで行くんやね。でもこっからやと、そっか、車の移動距離やと白子より北田町とか近いか。パスマース、鈴鹿はね、飲食店いろいろありますからね。走ってんの MSX か。
初代や。おお。おお、さすが鈴鹿っすね。うん。まあまあ、こっちだとスポーツカー走ってるのは全然もうないで、鈴鹿サーキットに歩いていける距離ですからね。それは珍しくないんですけど、すごいな。NSX がノーション。あ、それここもラーメン屋さんあったね。もう今日は合ってるね。昼間だけなのかな。あ、こんなところ取り合ってきてんの。へえ。あ、そうだ、ここの回転寿司屋さんなくなっちゃったんですよね。だいぶ前ですけどね。あ、今白子のあたりね。中朝日、なんて読むんだっけ、これ中朝日が丘か。うん。およそ300m先、左方向です。ここ左。へえ。だれ、次の信号だな。方向です。こんなとこ焼肉屋さん。何？焼肉とインドカレーのサクラ。どういうことだ。ちょっと一人だと入りにき。ここを左へ。こんな道初めて走るわ。およそ500m先、右方向です。早すぎた。もう一つ奥か。まあまあ行けることはないでしょ、この道でも。土住宅街の方に入っちゃったね。おお、日曜日やのに自宅頑張っとるね。こっち側の住宅街だと右方向です。ここはあ、はあ、こんなところ。ああ、ここに出るんだ。およそ 400m 先、体育館前を左方向です。はい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 。補正か何かと思ったらあれだ、再開発で広くなってるところだ。本当鈴鹿市は便利な道が多い。うん、お？左方向です。ここだね。うん、これで23号だ。うん、あとは分かる。 OK。 ほぼほぼ予定通りの時刻に着きましたね。左方向です。続いて目的地は右側です。着いた。うお、混んでる。バリ混んでるね。
まあ、およそ200メートル先、岸岡町を右方向です。目的地は右側です。お疲れ様でした。よいしょ。さあ、コテリングしてこよう。